テレビシリーズ、マンスターズより、フレッド・グウィンはアメリカ合衆国の俳優。1926年、ニューヨークに生まれた。祖父がイギリスから移民した、イギリス系の家庭だった。幼少期は、父親の仕事の関係で、サウスカロライナ州、フロリダ州、コロラド州などを転々とした。後に、ハーバード大学を卒業し、第二次世界大戦時には、 アメリカ海軍へ出兵している。退役後は母校のハーバード大学があるマサチューセッツ州のブラトルシアターの物体で経験を積みニューヨークへ。ニューヨークではそのゴブロードウェイデビューも果たしている。1954年にマーロン・ブランドが主演するハトバで映画デビュー。高身長であったことから1964年から レギュラーキャストして出演したシットコムマンスターズではフランケンシュタインの怪物さながらのハーマンマンスターをコミカルに演じてお茶の間でもその名が浸透し人気を博したその後も様々な作品へ出演してキャリアを重ねマイケル・ J ・ホックス主演の魔天皇はバラ色にいやマイケル・ダグラス・グレン・クローズ出演の危険なジョージ・スティーブン・キング原作のホラー小説を映画化した ホラー映画、ペットセマタリーなどへ出演している。これまで2度の結婚歴があり、1951年に結婚した、ホクシークイーンとの間に5人の子供が生まれている。しかし、その後2人は1980年に離婚し、翌年の1981年にデブクイーンと再婚した。1993年7月、水岩を患い、メリーランド州で死去。 66歳だった。ありがとうございます。